こんにちは、アトリエナナです。今日はあゆみさんにお預かりしたこちらの鳥かごの寄せ植えの仕立て直しを行っていきたいと思います。これだけでもね、とっても立派でよく成長しているんですが、これもよく育ってます。みんなそれぞれこのルビーネックレスとかね、すごいですよね。とってもね、いい環境で育っているんだろうなと思います。この、とっても元気な苗はそのまま生かして、このベニチゴのね、枯れ込んでるところなど、あと土肌がね見えてるところには苗を追加するなどして、ちょっと仕立て直ししていきたいと思います。この一番目立つ黒胞子はちょっと鳥かごのね上が結構スレスレなので、成長期だったらねこれを切って、背を低くして植えるんですが、ちょっともう暑くなってきちゃったので、切ることはしないで黒胞子は別の鉢に移そうかと思います。この隣のねゴーラムはとってもよく育ってるので、このまま、使わせていただこうと思います。下のね、ビアホップかな、エケベリアなどもね状態はいいので、そのまま使いたいと思います。そしてこのルビーネックレスはちょっと茎が枯れ込んでるところは綺麗に切って使っていきたいと思います。仕立て直しのイメージとしては、後ろ側をね背を高くして、で徐々に、手前に来るに従って低くなるように植えていこうかなと思います。はい。そしてですね、土をよくね仕立て直しの時入れ替えた方がいいですかって聞かれるんですが、土がね今とってもカチコチの状態なので、この土はね全部植え替えようと思います。まだ寄せ植えをして数ヶ月ぐらいでしたら、土がねまだ柔らかいので、養分もあるしそのまま使っていただいて、で隙間にね隙間が空いてたら何かを刺したらいいと思うんですが、もう土がねカチコチになってるともう養分もないし、根がね新しく張りづらいので、土がカチコチだったら土ごと変えてしまった方がいいと思います。だいたい1年から2年ぐらいですかね、そのぐらい経っていたらねもう土はね変えてあげた方がいいですね。はい、では一度ね、こちらの鉢からそれぞれ苗を抜き出して仕立て直ししていきたいと思います。土がだいぶ硬いのでほぐしていきます。はい、土をすべて出して少し水洗いしてきました。こちらの、鉢を使ってねまた仕立て直ししていきます。ちょっと底穴がね開いてるので、鉢底ネットを入れます。 U 字にしたものを通して、ここで開きます。そうするとね植え替えの時とかもずっとこの鉢底ネット使えますのでね。そして石を入れていきます。はい、土をね次入れていきます。
はい、途中で、オルトラを入れますね。そしてまた土を足します。このぐらいですね。そしたら、黒胞子はちょっと別の鉢にするのでね、このね、立派なゴーラム後ろ側に植えていきます。この どの向きがね一番素敵に見えるかっていう植物の向きもありますのでね、ちょっとくるくる回してね、いい向きを探ってくださいね。そして次にこの背が高いブルーヘイズを入れますね。これよりゴーラムより少し低くすると、喧嘩しないでね、なだらかな感じになります。これもまたね、向きがありますのでね、ちょうどいい向きにしてくださいね。もともと入っていたルビーネックレスですが、枯れ込んでいるところは切ってしまって、綺麗なところだけ使うと思います。鳥かごなのでね、ネックレスがボリュームあるといいですよね。もう存分垂れてほしいというかね。ネックレスが落っこちないようにワイヤーを U ピンにして留めるといいです。こんな感じですね。これを茎に挟んで、土に差し込みます。奥を少し盛り上げて、で手前になると低くなるように植えます。ちょっと土を奥だけ足しますね。そしてまたスプレーします。一番大きいアールフォンニュルンベルグをね入れますね。きっとルビーネックレスがね紅葉したら紫色になるので、とっても統一感が出て良いいんじゃないかなと思います。豪華ですね。これは大きい。このぐらいの鉢だとこのぐらいの3号サイズのエケベリアが入るとだいぶゴージャスに見えます。この隣にオリビアを入れようかと思います。前から入ってたね苗もね使いますね。
ではそんなに深く入ってなくても、また上にね土をかぶせてあげれば大丈夫ですのでね。例えばちょっとね色が、暗い色が隣同士になった時にね、間に明るいサイドの明るい色を足してあげると、地味な雰囲気からね、変わって、明るい雰囲気になります。ここにはちょっと後ろの方などにね茎の長さがある、長い、白杓を入れますね。とこう苗の葉の向きをね回転するとこの葉と葉のね隣り合わせで隙間ができない位置に葉を回転させて植えます。次ブロンズ姫を入れますがちょっとね高さがありすぎるのでここら辺で一回カットします。そして少し背を低くして植えます。こっちも植えていきますね。少し穴を開けて、植えます。このね、葉の隙間の形がね、あるので、ぴったりこの子の葉っぱが合う向きにこう回してあげて、この向きだとこのぐらいの隙間ができちゃうから、この角度にしようとかね決めてあげると隙間ができないです。だいぶ埋まってきましたね。伸びてしまったのはね、低くして刺すと、またね、まとまって見えますのでね、短くして刺しましょう。背が低いなりしようと思うのでスダムを、多めに入れていきます。この黄色いスダムね寄せ植えによく使いますがとっても重宝します。やっぱ黄色が入ると、ね、寄せ植え全然違いますのでね。こんな感じで束にしたのを、ピンセットで挟んで、他の苗を持ち上げながら隙間に刺していきます。こんな感じですね。で粉雪ですね、ロゼット状になっていて、とっても可愛いです。
これはアンジェリーナ、アンジェリーナというセダムですね。茎がしっかりしてるので、とっても刺しやすいです。よく最後に入れるのがドラゴンズブラッドです。真っ赤な色合い、ワインレッドのような、ね、色合いなのでね、これを入れるとね、寄せ植えがとっても締まります。これね、隙間とかにふって刺したりしますね。はい、こんな感じで完成です。はい、こちらが完成した鳥かごです。もともと植わっていたルビーネックレスやベニチゴ、玉つづり、ウケベリアなどをね、そのまま使っています。ちょっと枯れた茎とかはね、きれいに取ってあります。ゴーラムもね、背景でとてもいい仕事をしてますね。で、大きいエケベリアを追加してます。手前の方はね、ボリュームを少なくして強弱をつけたかったので、セダムを多めにして小さいね、エケベリアなどを入れています。こういうちょっとね、鈍い色が隣り合わせになるときに、赤が強い火祭りなんかをね、間に入れてあげると、ちょっと地味な印象から、一気に、明るい印象になります。はい、ぜひ皆さんも鳥かごの寄せ植え作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。